とってもいい人だったって。そう、いい人だった。あのね、根がいい人なのよみんな、うん、あのマムシも、マムシって石井優さんも二平さんも、あのさ、やっぱりさ子供だったでしょ当時、うん、11歳でしょ、うん、で皆さんはもう、まあ大人ですよ、ね、大人だもんね。私はね、だから一応ねウルトラマン終わってから成人式だと。ああ、うん、だからさ皆さんと一緒に混ざって私も飲みに行きたかったね今考えると。そんな11歳の子が一緒に行けるわけないじゃん、ね、たち捕まっちゃうじゃん。私さ当時二足のわらじ履いてたんだよ。何え、何、学業とさ俳優と当たり前じゃない二足のわらじ、学校行かなきゃしょうがないじゃないで考えたら私さ生徒会長もやってたんだよ。すごいね。うん、後期だけだけどね。あ、そう、そうだけどさ、私たちの契約の時、うん、東方にニューフェイスで入って入社するじゃない、うん、契約書があるわけ、うん、その契約書に、うん、スキーは絶対禁止ってなってます。そうらしいね、うん、後で私も聞いた。そう、え、そう、なんでスキーが禁止なんですかって聞いたら、うん、足折ったらみんなに迷惑かかるだろうって、うん、そうだよね、迷惑はかかんなかったんだよねきっと。誰かあの熊五郎さんとか、うん、あの熊谷健さんって、うん、制作の、うん、そうそう知ってる人、彼があの全部カバーしたの。そう、あ、もううちにお見舞いに来てくれたも退院した後。スーさんの人いい人なんだよね。うん、え、結構ね、うん、あのスタッフもキャストも、うん、あのキュートマンとその他は知らないけど、うん、レギュラーやってないから、うん、あの根がいい人多いよね。多い。皆さんね、うん、あの多分ね撮影自体がさ。うん、すごいタイトで大変だったからさ、ね、もう後半なんか大変だったもん、ね、もうみんなクタクタになってやってるからさ思いやらないとさ、そうやっていけない時代でしょ。あの人が自分がちょっとあの、うん、何体力があったら人の分をやってあげるとかね。そう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 、あのみんな私たちもキャストなんだけど、うん、スタッフ同然みたいな感じになって、だって、うん、あれだよ最後の方になったら、うん、あの朝行ったらあの 寝てるんだよ衣装部屋に。みんなって起こすの悪いなと思ったんだけど、うん、もうデレッデレに寝てるの、あのね、あっちの特設の方の若いお兄ちゃんなんかが、うん、すいません、あの着替えるんですけどって、ええ、ここどことか言って寝、ね、ぼけてね階段降りて、うん、着替えって言えば着替え見たでしょ、着替え、ああ見た見た、見ちゃったよ。なんで見るわけ。いや見ちゃったっていうかさあのこう偶然こうパッ、偶然じゃないでしょそれ。いやいや覗いたんじゃないよ皆さん知ってますあのなんだっけあのロケバス、ロケバスでね、あの貝はね、あのなんだっけな、あの貝まで覚えてる。 S36 だっけ、潜水艦、うん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 、誰の、黒部さん、早田隊員に、うん、その船、潜水艦をこう渡すために、うん、あれ違ったっけ、私ほとんど覚えてないの。あのこういうの着てて、うん、潜水服を着いて、うん、着て飯島監督のやつ、私がなんかセットしますとか、うんうんうん、あの、うん、あのこう行くやつね、海底、宇宙、海底基地だ、そこにね、なんかこう、そうそう、こう潜水艇隊員が作ったあれを、そうそうそう、パカって、うん、うん、スウェットスーツじゃなくて、そうそう、スウェットスーツ、ウェットスーツだ、ウェットスーツ、そう、あの着替え、うん、その時見たの？その時に、うん、あのそれを着替えるために、うん、なんかこう部屋みたいな、うん、っていうか、うん、カーテンで仕切ったようなところ、そう、カーテンがね、ろくなカーテンじゃないわけよ。で私がこうバッと開けたら。なんか水着姿の桜井さんが実はいたんですよ。あのね、水着じゃないよあれはね覚えてますよ皆さん、こうセパレートでね、しないよセパレートでね、カメラ目線で喋んないよ、ね、あのね水色のね格子のね今でも焼き付いてるけど、上と下上下一緒でね、格子柄でね、あの水着だと思ったんですよ。そしたら後で聞いたらね、それは下着だったそうです。なんで笑っちゃうよね。なんで君見るわけ。でも全然色気なんかなかったからさ。悪かったよね。いえいえ。そして聞いたらそうだったって桜井さんが言うから。そうそう、びっくりしちゃって。ね。そしたらあのなんかマムシもチラッと見てた。うん、俺も見てたよって。俺も下着だと思って見たらさ、全然違ったんだろうけどね当時ね、もう少し。
いやでも11歳のおがき様がなかなか、うん、見てくれる。中学 2,3 年だったら変わってたと思うよ。いやあの時色気ないし全然。いや元に話戻しましょうか、はい、でウルトラマンで、うん、あの一番自分が印象に残ってるのってどれ作品で。隊員服、まあ、ブルトンの回と、はい、ブルトン、あでも一つとは言えないんだよね。言えないよね、うん、ブルトンの回と何個か、あとはあのケムラ、ケムラほら桜井さんがぶっ倒れた回ですよ。煙吸って、で私がさ小型ビトルを運転して。全然覚えてない。覚えてないでしょ。デブさん、星野少年があの、ね、年代でビートル運転していい年代じゃないよね。だってちゃんとあの訓練受けてる。訓練受けたって書いてあったよ本に、まあ、一応ね、うん、あケムラの回、そうケムラの回ね、うん、桜井さんがね、うん、ケムラの毒でぶっ倒れて、うん、それからキャップの指示通りにこうやって、うん、あーありましたね、運転したんですよ。 ありましたね、こうやってチャッ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 、でもあのチャッチャっていう割にはパカッと抜けたりするんだよね。あのこう何、うん、こういうのが、うん、あの随分、うん、あの華奢に うん、できてて、桜井さんもさあのこうスパイダーショットとかさ、うん、あのああいうスーパーガン、うんうん、やりたいって おっしゃってたでしょ、うん、私はねスーパーガンは打ったことないんですよ。あれねやめた方がいい、重たい、うん、って言ってたね、うん、ものすごい重たい。桜道でよかったっけ、ね、本桜道に書いてあるんだけどね。ありがとうございます。重たいんだって。そう合わせられないんでしょ、こうやって重たくて。もうだってこう下がっちゃうんだもん。ああ中野ちゃんに怒られる。あれ桜道面白いよ、読んだ方がいいよ。あれね、本当簡単にね書いてあるしね、本当にね素直に書いてあるからね、絶対一回読んだよウルトラマンファンは。あのねそれに書いてあったけど、あれだけは打ったことないんですよ私。じゃああの星野くんの俺打ったじゃないほら、スパイダーショットはさ、それはさ軽いのよ。スパイダーショット軽いんだよ、あれあのマムシのくせに。そうそう軽いの。あの人に重たくすればいいのに。あれネロンガの回にもう早速打ったじゃない。そうだったっけ、うん、打って どんな気持ちだったの。いや何にも出てないからさ。出てないもんね。そうあれなんかさ、マムシさんが言うにはさ、あのあれになんかガスタンクって火が出たとか出せるようにできる。そうあの出せるようにじゃなくて出したんでしょ。出した。で私の場合は中野さんが、うん、合格そうそう、いやーってやるだけ。怒られなかった中野ちゃんに。私怒られなかった。だから方角がきちっとしてて、ね、私はもう下がっちゃうから、うん、私はちゃんとうまくすっごい怒られちゃってね、うん、そんなのね習ってないよね、うん、あの何、うん、あの養成所ではみたいな、うん、そういうの書いたんだけど桜道で。で小型ベル、さっきのケムラの小型、うんうん、Z ビトルは運転したから。で何のためになんで、うん、あの家督隊の衣装を着ることになったの。ね、星野くんがちゃんと手柄を出したから。ブルトンの回で、うん、その2つ の、うん、あの石を一緒にしちゃいけないっていうのに、 あれね、そう、うんうんうん、一緒にしちゃダメだよって言ったのに、うん、ある科学、うん、外国人の科学者が一緒にしちゃダメだって言って、うん、それで一緒にしちゃダメだよっていうのに一緒にしちゃったから、うん、めちゃくちゃに出して怪獣が出来上がっちゃったから、うん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 、それをきちっとあの星野君が言ったから、じゃあご褒美にって言って、うん、退院になった。あの時のシーン私もいたけど、うん、あのキャップが嬉しそうだったね。あそう星野君は今日からそう家督隊の一員とする、うん、ものすごい嬉しそうでさ、うん、あのキャップもいい人だなと思っちゃった、うん、よしじゃあ今日から飲みに一緒に行こうって言えばよ。行かないそしたらさ、監督の中では誰が一番あの印象残った。あやっぱり飯島監督ですよ ね、 そうだね、飯島監督以外は、うん、一番だって本数多いもん、7本ぐらい出てんじゃない、ね、飯島監督から帽子のかぶれって言われたの、赤い帽子最初の頃かぶされたんですよ。であれはあのその後返したの。返さない。返さないって自分のものに。いやいやいや、どっか行っちゃったね。あらだってどうなったんだろうね、退院になった時にね、うん、衣装さんに返したんだろうね。
石間監督たち、あのね、なんだろうな、ウルトラ Q はともかく、ウルトラマンはカラーになったでしょ、うん、で、すごいみんな細心の注意払うじゃない、カラーになったから初めてだし、うんうん、でその時にやっぱりみんな結束が固くてね、うん、だから津沢君のことも子役と思ってないんだよね、みんなね、あ、そう、同じ僕たちの仲間みたい。だから途中からいなくなっちゃうのは、あてたち忙しかったからどこ行ったんだろうね、学校が忙しいんだろうね、うん、みたいな感じで終わっちゃったけれども、最後まで一緒に出たかったよね。出たかったね、考えると ね、多分最後までね、津沢君が一緒に出たらね、うん、最後にさようならウルトラマンって言うじゃない、うん、あれは絶対津沢君のセリフだと思う。藤谷彦子じゃないと思う。あの時号泣してくれって言われて、うん、はじめさんに、うん、声変わりしてたからね私。いや、そういう問題じゃない、はじめさんだからね、それはそれなりにうまく撮ると思うよ、うん、野上さんに怒られちゃう、ね、上からね、こうやってね、そう楽しかったよね、結構ね、楽しかった、うん、何が一番なんだろうな、個人的に、うん、仕事的にじゃなくって、星野少年としては何が一番印象深かった、ウルトラマン、ウルトラマンで印象深かったこと、もう誰かがチョコレートくれたとかそんなのでもいいんだけど誰かが優しかったとか、印象深かったこと、うん、楽しく嬉しかったとかさ、いやー、印象深いってこれとかそれとかじゃなくって、うん、撮影を例えばロケ行くにしても、うん、セットで撮影するにしても、うんうん、なんか全てが印象深かったね、うん、こう全体で動くこと、全てが、そう、全体で動かないとね、そう、ばらけるとそこでもう、ダメになっちゃうからね、うん、だから、うん、生活みたいな感じだね、うん、そこが、うんうん、それがずっと続いていく感じで、それが日常みたいになってるじゃないですか、うん、地続きでね、地続きで、うんうん、だからそういう生活感、ウルトラマンの撮影自体の全てがこう印象こう続いてること自体がもう終わっちゃうじゃないですか、うん、もうそれで今も続いてるってことだよね、これ、あ、考えたらそうだちょっと中抜けはあったけど、うん、まあね、うんうん、だって津沢君だって何十年ぶりに会ったんだよね、駅で、うん、あれはなんか本出すために私のちょっと携帯 あります私の携帯にね、うん、今日プロフィールをツイッターに入れたんですよ、うん、誰の私の、うん、でツイッターにプロフィール入れてね、うんうん、それを何で入れたかっていうと、うん、ツイッターってこれだよね、プロフィール、これ入れたんですよ。何これ、これね、プロフィールに、うん、運よくウルトラ Q マンに出演しかけがえのない人生を送ってますって、あ、じゃあちょっと見えないかもしれない、運よく、ね、ウルトラ Q マンに出演してかけがえの人生を送ってます、これが今の答え、自分の答え、桜井さんの答え、あ、なるほどなるほど、うん、かけがえのない人生を、うん、一番印象に残ったことは何ですか、うん、そうですよね、結局 OK、 これがみんなそうだと思うよ、うん、多分、うん、結局ウルトラ一家みたいな感じになっちゃって、そうそうそう、ここから離れないっていうか、うん、で離れなくても済むんだよね、こういうので、そうそう、津沢君ちょっと出てくれるとかさ、うん、いろんなところで、そうそうそう、星野少年、星野少年はね、うん、本当になんか嫉妬されてんだよあ、そうかもしれないね、ありがとうございます、みんなに、そんな嫉妬してないくらい、しょうがないんだから、これ運命なんだいや、どうもありがとうございました、ありがとうございました、以上でございます、はい、桜道よろしくお願いしますありがとうございます言っていただいて、斉藤さん、言って、ちわー、あー、どうもちわー、あららららら、ら元気、いやいやいや、おかげさまで、どうぞ、大きくなったね、え、そこに入って お久しぶりです、いやありがとうございます、いやいや、サイン後でくださいね、でも変わんないよ、え、変わんない変わんない、ありがとうございますお母さん変わった、黒さんね、うん、変わったよ、太った、
あ、本当、うん、もうね、退院した時 27.5 だったんだけど、うん、今 34.5 で、あ、よかったじゃん、太った方が。 7kg 太った。あ、よかったじゃん、太った方が。うん、ほんと、うん、あれ、2人とも大体いい勝負だね。いい勝負だね。2人とも、うん、同じ髪型してる。そうそう、同じ。じゃあ今度ツインズにしようか。ツインズ。あの皆さん、あの漏れなく西条さんついてきましたよ。はい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 。付録です。付録じゃない、でかい付録。付録のが大物。西条さんがね、うん、はい、あの出てない出てないって最近言われるのでね、うん、あのもうアピールしてください。いや、西条康彦ただいま30。ね、時代劇になっちゃうの。でもね、僕はほらここが地元だからね、嫌だっつっても出てきます。お元気そうで何より、うん、ありがとうございます。いえいえいえ。